幕走岳は、長野県基礎郡基礎町と上松町とにまたがる、基礎山脈の標高2733メートルの山。基礎山脈の最高峰である基礎駒ヶ岳の一方。山域は1951年11月22日に、中央アルプス県立自然公園の指定を受けている。山頂部には山東三角点が設置されている。山頂直下の北面にある巨石は、 クイッシュと呼ばれている。南東に続く、木曽舞ケとの間には、木場岩と呼ばれる、尖った岩があり、木場岩から山頂にかけての南西側の斜面は、大崩落している。中腹から上部に変えては、新葉樹林に覆われた、阿光山帯で、山頂部は、鉱山帯で廃抹に覆われている。中流河口戦力岩からなる。北面の二合目には、木曽ご高原スキー場があり、 2004年4月に閉鎖されている。木曽駒ヶ岳7合目避難小屋と爆走岳の北面登山の対象となる山で以下の登山道が開設されている。長野県登山安全条例第20条第1項の規定により遭難の発生の恐れが高いと認められる山岳である指定山岳の一座で2016年7月1日から指定登山道を通行しようとするときは 登山計画書の提出が義務付けられている。小柄登山口と木尾尾峠登山口からの登山道の合流部の7合目には山小屋がある。爆走岳から木曽前岳への両線部のルートは2018年の時点で崩落等により通行禁止となっている。木曽山脈の北西部に位置する。木曽山脈の主猟線上にある木曽駒ヶ岳から北西に伸びる尾根上にあるピーク。 木曽駒ヶ岳の西北西1 9トルに位置する。周辺の主要な山を下表に示す。江名山から望む爆走岳周辺の木曽山脈左から爆走岳、木場井は木曽前岳、木曽駒ヶ岳、三の沢岳、中岳、宝剣岳、稲前岳、熊沢岳、東川岳一家の木曽川の支流の源流となる山で太平洋側の伊勢湾へ流れる。 北西三陸を通る長野県道269号、基礎福島停車場駒ヶ岳線、基礎町福島板に似て、西山6の基礎川沿いに、中央本線と国道19号が通る。北西三陸に長野県道269号基礎福島停車場、駒ヶ岳線が通り、沿線に駒の湯がある。山頂からは、日田山脈。 御嶽山や基礎山脈などの山並みを見渡すことができる。ウィキメディアコモンズには、爆走だけから眺望に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。